さて、こんなバカなもはめたネクロマンサーなんか外して、ね、ヴァンパイアライジング、ミーリー、 I wish but the shrine of pride can lead me to the final object。 実はこれの一つ前がフォートリンカルっていう、多分ね、ネクロマンサーさんたちが、さんっていうのは変だけど、がいっぱいいるところで、そこね、アミュレットを取りに行ってきたの。なんでかっていうと、このヴァンパイアライジングって、なんかすごい凶悪なヴァンパイアが蘇りそうなんだけど、それをサムリエル・オブ・タムリエルさんが、ちょっと気違いのおばさんが、気づいたの。夢を見て、で、そのサムリエルさんっていうのはちょっと生き印なんだけど、特殊な能力があって、予知能力、原始者ってよく言われるんだけど、欧米では多分そういう原始者なんだよね。だからイリュージョンを通しながら、幻を通して、起こる事態を把握して予見する能力、透視する能力があって、未来に対して透視する能力があって、ただそれで今まで復活しないように、ないしは復活した時に戦える準備を今進めてるんだけど、復活を止められないんだって。それに対して蘇りつつ力を蓄えてきてるヴァンパイアが気づいたんだって、タムリエさんが探ってるの。それで邪魔をして透視する力曇らせて、そういう働き、そういう罠を仕掛けてきたんだけど、それを克服するためには必要なアミュレットが、このサムリエル needs a special amulet which I can find somewhere in Fort Rincal で、そのリンカルの砦まで、サムリエルさんがもらった特別な宝石をつけて取りに行ってきた。で、取ってくる。そしたら、ここに行けって。これね、インペリアルブリッジンっていうのは、ゴリンの物語、再開したの最近なんだけど、その直前、前の長い一連のプレイの中の最後に行ったとこが、ここでね、バニラのクエストなんだけど、セーブしようかな。結構面白いクエストがあって、研究者が研究してたらモンスターに襲われて研究資料をなくしてしまったっていう、それを取り返したいよって話だったので、緑の方角から行って、反対じゃん。こうか、こうなんだ。ああ、川沿いに行けばいいんだね。じゃあ行ってみますか。さあ行こう。多分ね、川の向こう側なんで、ちょうど魔法の練習にちょうどいいね。回復するんだこいつ。まだ死んでないの。まだ死なない。え、800って何は？あ、バーデンかけられたんだ。
ディスペルしてやる。あ、ディスペルできない。クソ。大丈夫、フェザー作ってあるから。600、200、小さくなった。最高。あれなんだろう。ああ、まああれは関係ないからいいか。お、月が綺麗だな。あ、見えてきた、見えてきた。ペライトの信者って動かないんじゃなかったっけ。まだレベル足んないからペライトのクエストできないと思うんだけど。ほら、あいつら動かないんだよ。もう一回攻めそう。さっきクラッシュしたから。おいおい、I found the shrine of two perite, but something is wrong with his worshippers.They seem frozen in time, mindless, none, no one move or speak. You must be level 10 to begin this quest. ああ、レベル10ならもうなってる。15だから。This one moves. A welcome change. So, mortal.You have found my shrine, and you have seen my followers. They are embarrassment to me. The fools cast a spell in the hopes of summoning me to them. It was prideful and foolish, and it has had its consequences. Has had its consequences. My followers are trapped between worlds, their bodies here, their souls on this plane, their soul in oblivion. Reunite the bodies and the souls. Ah, 魂だけペライトの世界に行っちゃう。I will transport you to the plane of oblivion in which they are trapped. Find their souls. When all are collected, I will return you here.分かった。Return to me when you are prepared. 分かりました。ペライト has told me that I have that five of the, his followers in an attempt to get closer to him, but transported their soul, 魂だけ転移させてしまって、ペライトに近づきたくてね、5人の信者が。体ここに残って分離してしまって身動き取れなくなったって話なんだよね。 The Jedi would like me to travel there and carry their souls back to this world. だから魂をこちらに戻してくれって。戻さなきゃ終わんねえって話だよな。うわ、めんどくさ。じゃあセーブしますか。セーブ。ペライトの通じわかんないな。ペライってこんな感じかな。インヴァンパイア、ヴァンパイアライズ。インいらないな。ペライトヴァンパイアライズ。参ったな。できてます準備。
したことあるよ。そう、うちの世界だと空が晴れるという。ああ、もう夜なのに。もっと敵がいるはずなんだけどな。あ、いた。よし。電撃の魔法って作ったっけ俺。これ使うか。あと22回使えんのか。あ、失敗した。うん、うまく使えないで結構使っちゃったよ。いけね。なんかピンポイントでね、だわね。あ、なんかいる。お、やべえ。ちょっと待って。わあ、電撃の魔法作るつもりでいたのに。あ、作ってある。おー、マナが足りん。リストは巻きか。なんだ。グランフィアラントか。やべえ、いい方のポーション使っちゃったよ。じゃあ訓練しながら。なんかいたはずで。あ、いた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 。ちょっと待って待った待った。ウィークファイヤーボール真似して作ったんだってね。これをここに入れとこう。こいつ誰だ。あ、こいつサンダーかよ。やべやべ、サンダーにはサンダー効かねえじゃんかよ。ああ、これファイヤーボール、これと。あ、全然当たらん。お、受けるのうまいな。でもなんか効かなそうだな。あった、ワンダーフロスト、スノーボール。ははは、うろう。なんか聞いてる気がしねえんだけど。くそ、お前の弱点何なんだ。
ちょっといいやつ目を飲んで、電車電車、あやべ捕まる、聞いてなくねこれ。当たった、クソ、これ取ろう。あ、いけない、スピードが落ちちゃった。おお、ちょっと勘弁勘弁。あ、減ってきた、へへへー、あはー、おおお、マナ補給どうだ。精霊座生まれだからな、魔法には強いんだよ。よし、もう戦ってやる。シールドを飲もう。シールド、あったあった、押し73。ヘイヤー、はっはっは、なんて名前なのこいつ。ブラッドゴーレム、ふーん、じゃあここで一旦終わろうかな。